完成だよ。なんだありゃ。うわー、かわいい、すごすぎる。夢の国のお城みたい。素朴なんて言ってしまったが、とんでもない、つましさのかけらもないスケールじゃないか。いや、しかしいくら見た目にインパクトがあろうが、味が全て。ええ、何もかも舌によるデリバレーション次第なのです。ラーブ。なんだこの上質な食感と甘美さは。フォークで押すとふわふわと押し返してくる、とてつもなくボリューミーな弾力。なのに食べるとその口どけは舌の上に霧雨がそっと降るように、柔らかく優しい。何よりこの奥深く染み渡るような甘さは何だ。その答えはこれだよ。醤油、生クリーム、きび砂糖、バニラエッセンス、そして醤油を合わせて泡立てたものを焼き上がった生地に塗りつけてからくるっと巻いて冷やしたんだよ。黒糖の味をもっともっと可愛く美味しくするためにね。つまりこれはスイーツにしょっぱさの要素を合わせることで逆に甘さを際立たせる塩キャラメルに近い発想、独自の醤油クリームと呼ぶべき味付け方法なのです。黒糖は普通の砂糖にはほとんど含まれないナトリウム、鉄分といった多くのミネラル分を含み、独特の風味を持つ。その黒糖ならではの複雑な風味と醤油が持つコクが抜群に合っているのだ。一口ごとにフルーツを挟むと違った風味が弾けて楽しいよ。もちろんこの飴細工も食べられるから、細かく砕いて舌にのせてからケーキを味わうとまた格別なの。驚愕です。食べるたびに何度でも夢の国へ誘われる。神羅万象、全ての可愛さに対する絶対的な嗅覚、見た目、味ともに完璧な城が完成した。彼女の統治する王国へ立ち入る者全員に放たれるラブリー&プリティな砲撃。避けられない。